はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。はい、それでは続いてですね、実際の受験勉強の流れを聞いていきたいと思うんですけれども、受験勉強自体いつから始めました？受験勉強は、はい、6月までバドミントンの部活してて、はい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 、それ終わってから本格的にやろうかなって思って、なるほど。ちなみにその引退した時点で成績って大体どんぐらいでした？成績は偏差値が30何歩とかで、30何歩めちゃめちゃ低かった、はい、そこからでもあと1年足らずで関西まで持ってったと、はい、そうです。すごい上がり方しましたね。上がりました。まあ、もともと竹田塾生っていうことなんで、はい、その入っ、なんでか本格的に竹田塾入ったのもその時期からって感じですか？竹田塾に入ったのは、高2の、2月ぐらいに入って、だけどそこはまだ引退してないから、そうですね、あんまりやれず勉強できなかったです。なるほど、はい、それで引退してから引退してから全力で立ち始めた。そんな感じですね。わかりました。ではちなみに受験で使った科目、得意科目、不得意科目ってのは何ですか？得意科目は日本史がめちゃめちゃ得意だった、はいはいはい、苦手科目は、まあ、日本史以外ってことなんで、はい、国語と英語が苦手でした、はい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 、ちなみに得意な日本史っていうのはスタート時点どんな感じだったんですか？日本史はスタート時点では、もうスタート時点では結構高かったと思います、偏差値的に。じゃあ30代っていうのは結構英語とか国語は、英語と国語は30代で、わかりました。じゃあそんなね、まあ、割とメイン科目の2つが結構苦手な状況だったってことなんですけど、 そんな中で1日の勉強、まあ、学校あってっていうことなんで、はい、その、まあ、学校終わってからとかどういうスケジュールで勉強してました？学校は3時ぐらいに、まあ、引退後ですけど、学校3時ぐらいに終わるんです、僕滋賀県出身なんで、その京都校まで行くのに電車で1時間ぐらいかけて行ってたんですけど、おー、なるほど、はい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 、11月とか、まあ、後半になってきてちょっと焦り出して、電車の中でまあシスタンとか使って勉強してたんですけど、塾に着くのがまあ5時とか5時ぐらいで4時とかで、で最後の10時まで残って、まあ、勉強して家帰ってもう寝るみたいな、そういう生活。じゃ移動時間プラスその4時5時から10時ぐらいまでの間、はい、そういう感じです。その時間で、まあ、フルにやってたと、はい、学校の中で内職とかしてました？してました。内職はすごくやってました。なるほど、はい、京都校の高田先生に内職やり方教わって、めちゃめちゃ教えてもらって。なるほど、はい、はい、やっぱ内職やらないとちょっときつかった？そうですね、内職がなかったら、まあ、ちょっときつかったです。内職があったからちょっと成績伸びたっていうのがあります、やっぱ人より時間やんないとみたいな、そういう感じで、はい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 、ちなみに結構この参考書はこの教科ではよく使ったなみたいな参考書、なんか思い出深いのあったりしますか？英語のシスタンをすごく、英語のシスタンとネクステをすごくやり込みました。おお、何週ぐらい実際しました？何週かは覚えてないんですけど、ほんまにボロボロになるぐらいまで使って、はいはい、それこそもう 100% 当たるぐらいまで。そうそうそう、僕頭悪かったんで、めちゃめちゃやってるんですけど、答えられないとかよくあったんですけど、なるほど、でそれをもうずっとずっとやってました。本当にして感じで、はい、ありがとうございます。まあ、でもすごいですね、本当に成績の上がり方でいったら本当に逆転合格っていうのも本当に言えるレベルだとは思うんで、非常に素晴らしいと思います。じゃあそんなですね、野口先生、続いてはその直前期の、ね、勉強とかを聞いていきたいと思いますので、一つ一つよろしくお願いします。お願いします。